発災半年を前にした6月下旬の珠洲市宝立町。地震から半年が経って草が伸び放題になっているんですよね。時の流れは感じるんですけど、周り見てみるとやっぱりまだ、皆さんのご自宅崩れたままでなっています。一時最大800人が身を寄せた避難所の珠洲市立宝立小中学校。これは自衛隊のそうね。ああ、失礼します。どこまで発災から半年、いいんですか。学校は水が使えるようになっていますが、周辺の家は断水したまま。かなり広いんですね。自宅での避難を続ける人は自衛隊のお風呂を利用しています。通水始めてください。今回の能登半島地震で長期化している断水、これまでの他の地震と比べると解消に時間がかかっています。珠洲市をはじめ輪島市などで復旧作業に当たっているのが名古屋市上下水道局の職員です。まだ皆さん断水している状況で住んでらっしゃる。そうです。早くから進めます。閉まりました。洗浄が終わりましたので、ここまで通水というか、ここでしっかりキャップを、それぞれの家などで漏水がないかどうか一箇所一箇所チェックします。メーターの止水栓のもの、もっと先にバルブついておりまして、それは道路側ですか。作業中、地元の人から漏水の情報がもたらされました。はい、リンケージやったかな。お寺さんの引き込みです。現地に急行します。ちょろちょろって水が出てるのが異常っていうことですか。これが漏水ですね。でこれがメーターの道路部の方なんで、ここで止めても止まらないんですよ。ずっと出っ放しになっちゃうんで、はい、こういう漏水も直してかなダメなんですわ。そこやね。カンカラカンカ。発災半年を前に地道な作業が続いていました。旦那さん、一応ね、止めれましたんで。この断水が長引いている背景にはどんなことがあるんでしょう。はい、今までの地震と比べるとですね、大きな揺れがあったということと、大きな地盤変動があったということで、これまでに見られないような施設での被害が大きくあったかなと思います。例えば浄水場であったりですね、主要な幹線、排水幹線がですね、大きな被害を受けた。長期的な断水っていうのは、はい、名古屋市で大きな災害が起きた時にも起こりうるものでしょうか。まあ、被害の程度にはよると思うんですけども、そういった基幹施設、先ほど言ったような浄水場であったりとか、そういったメインになるような管がですね、損傷を受けた場合は、そういったことも考えられるかもしれません。地震への備え、名古屋市内では地震に強い水道管への取り替え作業が日々行われています。名古屋市上下水道局が管轄する水道管の総延長は8400キロ。去年3月末時点で 64% が作業を終えていますが、すべてを取り替えるまでに
あと30年はかかる見通しで、市はいざという時のため水を備蓄するよう呼びかけています。